バスケット・オブ・プラムズ、ピエール・デュ・ピュイがカごとは、編んで作った入れ物で、短冊状ないし細い、肥後状の素材を組み合わせた容器の総称である。茎状あるいは短冊状の素材を組み合わせて作る。手近な植物性素材であると、足、竹や柳などのほか、馬の毛、クジラヒゲなどの動物性素材も用いられ、近代以降は、針金製、光線を、ビニールで被覆したものや、 新鍮製、ステンレスや銅製、合成樹脂、熱化素性樹脂などが使用されることもある。大量生産する場合は、不揃いになりがちな自然素材が減り、合成樹脂や金属素材の使用頻度が上がる。植物性素材の場合は、まず茎やアツルを簡単に加工しておいてから編んだり、ヘギ板を作っておいてから編む方法もある。一般人が自作することもできる。 入門書などが刊行されている。鶴、枝、樹皮、竹皮、藁やワイヤーなどのほか、エコクラフトテープ、細く丸めた広告チラシ類も材料にできる。籠の主な用途は収納や運搬用の容器であるが、他にも様々に用いられる。運搬するための容器としても用いられる。室内や店頭で物品の整理整頓や収納に使われる。洗濯物入れのカゴ。 ランドリーバスケット。洗濯物を入れるためにも使われる。古いとして使うこともある。農具として収穫物を収めたり、種や穀物の識別時に使われる。課金類を入れる、檻のように使うこともある。漁具として使われることもある。クッションなどを入れて、猫や犬などのベッドとして用いられることもある。宗教儀式に使用されることもある。 カゴは実用と見た目の美しさの両面があり、コレクションの対象ともなっている。紀元前9000年期、中東ではカゴ作りの技術を絨毯にも使用していた可能性がある。紀元前7000年期、オアシスアメリカでカゴ編みが行われていたとされる。紀元前30世紀、編み込み技術は広がっていた。当初、カゴは保存や運搬。 産卵しがちな家庭用品の整理など多目的な用途のためで在院されていた。農園のある地域では、カゴの材料の種類も豊富であったため、カゴ編み技術にも影響を与えた。ラタン、温帯地域の薄い葉を持つヤシカの植物、熱帯地域の広い葉を持つパイナップル科の植物など、材料の種類によってカゴ編みの技法は異なる。カゴ編みの技法は芸術へと進化した。色、 材料、大きさ、パターン、リテールなどで自由に表現できる。地方の女性などが頭の上にカゴを乗せて運搬することもある。ギリシア美術ではこれをカネフォロスと呼ぶ。ツーヘルインエーフハンドバスケットは急速に悪化することを意味する。語源は明らかにされていない。バスケットは今返しの意味で主にイギリス英語で使用されることもある。 ヤシでできたカゴ及び枝でできたカゴ一般的な材料を一家に示すカゴは異体字であり新字体ではないありがとうございます